キリギリさんの言葉には嘘があるよ。嘘だと？そうだよね、キリギリさん。そう言うからには聞かせてもらうわよ。私の言葉にどこに嘘があるのか。私の部屋の鍵は戸上くんに預けたままだったわ。間違いないわよね。確かにその通りだ。つまり私は自分の部屋には入れなかったのよ。じゃあキリギリッチの部屋に武道場の鍵を置いたのって。私以外の誰か。私の部屋の鍵は自分の部屋に入る。それは違う。キリギリさんは自分の部屋に入れたはずだよ。それはキリギリさん自身も言ってたよね。モノクマの秘密道具？キリギリさんが学園長室から盗み出した学園内の全ての鍵を開けられる道具だよ。それを使えばキリギリさんは自分の部屋に入れたはずなんだ。どうやらここまでのようね。認めるんだな、自分の罪を。いいえ、私は自分の負けを認めただけよ。どういう意味？たとえ罠だとしても、その罠から抜け出せなかった以上は私の負け。そういう意味。じゃあもしかして本当にキリギリさんは犯人じゃ。はい、タイムアップです。残念だけど時間切れ。終わり。学級裁判は終わりだよ。タイムアップなんておかしいよ。だって今まで一度もそんなことを。キリギリさんが遅刻したせいだよ。そのせいで時間が押してんの。というわけで、そろそろ投票タイムといきましょうか。お前ら、お手元のスイッチで投票してください。もう黒は決まりきってるけどね。うぷうぷぷ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 ぷ。プープープープスペシャルなお仕置きをしました。では張り切っていきましょう。お仕置きタイム。